どうも宮迫です。そして七井ママです。お願いします。さあママ、はい、11月にあのオムサクライスがオープンしますので、はい、そうですよ。よあのやっぱりいろんな方に宣伝してもらいたい、はい、いろんなインフルエンサーの方々に宣伝してもらいたい、はい、そしてですね今じゃないとあの、うん、あの伝えられないインフルエンサーの方がいますので、はい、その方にぜひあのオムサクライスを食べていただきたいと、はい、宣伝してもらいたいということでね、はい、ちょっと突です。初突ですよ。突ですね。このもこれからいろんな人に突していきますから、ママ、はいはい、突学んでください。わかりました。はい、突勉強します。はい、今日はあのミーアイツでいきますから。ミーアイツですね、はい、噂のね、はい、あのこの方初突です。あ、そうですね。ちょっと出てはいますけれども、はい、出てはくれてるんですけども初突ですし、はい、あのがっつりちゃんとあのトークしたことないので、某番組ではあるんですけど、あー、そう、大ヒント、実際にはないのでちょっと行きたいと思います。ママにも関係ある人です。あ、そうですよ、あの関わりの深い方なので、はい、ちゃんとあのこの味をね確かめていただいて、はい、宣伝してもらいましょう、はい、どれだろう。はい、行きましょう。わかりました。初突勉強します。はい、行きます、はい、さあ、というわけですごいマンションですよ。超一流マンション。ちょっと行きましょう。ママ、うん、騒ぐとねご迷惑なので、まずカメラ隠してね。誰かわかんないよ。はい。あ、どうも、あのミーアイツです。え？あ、お届けに上がりましたミーアイツです。部屋番号間違えてないですか？あ、間違ってないです。あのマネージャーさんにちょっとお伺いしまして。え？あ、宮迫です。宮迫です。ちょっと出てきてもらっていいですか？お願いします。ちょっとあのある方も連れてきてるのでお願いします。はい、行きますね。はい、声でなんとなくわかります。うん、この声。あ、あ、やっぱり本物のこと。あ、すいません。お疲れ様です。宮市です。ママも。え、宮市。はい、お届け流れました。何を？え、何を？ちょっとあの食べていただきたいものがありまして。はい、ちょっといいですか？あ、と、どうぞ。ちょっと、いいですか？え、すいません。頭がまだ追いついてないんですけど。あの、あれですよね。ちょっと待って、カバンしっかり、なんか、はい、ウーバーイーズ仕様じゃないですか。すげえ、まあ、え、広っ。え、ありがとうございます。すげえ。すごい。はいはい。ご迷惑になるから。はい、そうそう。どうぞ。え、これ、履物って。あ、ここら辺で、いいですか？あ、そうか。あ、どうぞ、全然どうぞ。いいマンションって、こう、境ないですよね、結果。ねえ。そうなんですよ。外国人やから、わかんない。外人さん仕様やから。そう。え、すげえすげえすげえ、めっちゃ、いや今しかね、天使がちゃんあのちょっとあの、はい、あの休止されるじゃないですか。はい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 。なんで今ちょっと今しかないと思って、はい、急遽あのマネージャーさんにちょっと、あ、そういうことね。はい、見合いつで一つさせてほしいなと思いました、はい。ありがとうございます。あ、え、ってことは、え、はい、この中に食べ物があるってことですか。そうですそうです。なんかすごい、ありがとうございます。ちょっと突で感謝されてる。びっくりびっくり。え、だって宮迫さん来て嫌だと思う人いなくないですか。いやいや、僕嫌ですよね。マジで。なんじゃ、お前が入ってくることがいいじゃん。え、でもさ、宮迫さんがミーアイーツは分かるんですけど、はい、え、七井ママは、はい、え、あ、違う、実は分かった、当てていい。はいはい、知ってる、できてんだ。あ、できてんだ。え、まあ、それはそうなんですけど。いや、そうなんだ。え、違う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 、大マットロになりますよ、できてたら。違うんですよ、あの、はい、スペイン坂の方で11月にオムサコライスというお店を、はい、今度はあのオープンしますので、えー、ありがとうございます。はい。オムサコライス。あ、わかります、わかります。あの、はい、SNS たまに書いてないですか？あ、書いてます。あ、ありがとうございます。はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それちょっとあの試食していただきたいなと思いまして、はい、はい。一旦ちょっとあの気になるんでお部屋見させてもらっていいですか？あ、どうぞ。いや、すごい。なんかすごくない？うーわ、すごいな。ドラムがあります。あ、そうやってんの？いや、なんかこれ私もじゃないんですけど、あの、はい、ルームシェアで、はい、あのインフルエンサーの先輩と一緒にシェアしてるんですよ、部屋。あ、そうなの。で、ここは共用部で、お互いなんかバラバラの部屋があるんですけれど、その先輩がドラムやってて、ね、ドラムを歌います。女性の方。あ、そうです、女性の、はい。あっちに DJ 店長もあるんですよね。あ、そう、DJ。あ、ほんまや。そう、これもね、一緒に住んでる先輩が DJ やってて、私も DJ 部屋はもっと奥なんですけど。あ、そうなんですよ。まず別に広いな。DJ が、はい、2台あります、1日。そう、何よ、このマンション。すごい、やば、かっこいい、このテーブルね、かっこいいですよね。ね、うん、もうかっこいい。すごい、え、いいんですか、聞いてもいいんですか、この家賃とか。家賃は、あ、でも3桁ぐらいですけど、この広さとかにしてはコスパがいい3桁です。コスパがいい3桁なんかあの、はい、世の中に。そう、お安
部屋数はここでしょ。で奥にあの一緒に住んでるからのお部屋があって、で私の部屋もあるんですよ。え、いいの、え、来たい。いや、それだってマジですか。ごめん、あの、ごめんなさい、あのパンティとか見せてくれんかな。いやだよ、すいません。はい、こっからが電柱の部屋なんですけど。広いわ。広え、バリチラが広い。いいの？え、待って待って、いいけどバリチラ買ってますよ。え、つつみさんさ、ちゃんとモザイクかけてくれるところどころ？あ、もちろん、はい。あ、僕編集立っちゃいました。ちょっと、じゃあ。モザイク。はい。あ、ちょっと、すいません。大丈夫。バリチラ買ってるって、まあ、言うてもって思ったら、バリチラ買ってます。電柱さんだからちょっとね、危ない匂いするんですよ。ちょっと危ない。大丈夫かなっていう。危ないってないよ。バリチラ、ちょっと何これ、なんでこんなことなるの。これモザイクなしで大丈夫ですか。ティッシュもモザイクなしで大丈夫。なんでティッシュが外に捨てられてるんだよ、これ。しかもこぼしたんだね。そうそう、こぼしました。こぼしたこぼしたティッシュは。そうカロリー見て散らばってるやんか。ちょっとほんまに。え、なんすか。いや、若手芸人やん。こんなことある。ちょっと何よ。今ね、あの引っ越すから引っ越し作業してるんですよ。そういうこと、ね、引っ越すんだ。そうなんですよ。いや、引っ越すかもしれないけど、こんなことなる。そう、大変なの、いろいろ。いや、すごいけど。そう、そちらはメイクルームっての。これメイクルーム。パウダーある。お香なんかな。これお香です。なんやろ、この状態だとお香に見えへん。本来おしゃれなもんや、これ。今もっとやばいからもういいや。ちなみに何部屋ですか。寝室です。あ、寝室ね。まあ宮迫さんがやめた。芸人がやめた。もう飯食わね。飯食わ。飯食わね。すごいな。はい、やっぱりですわ。あ、唯一綺麗な部屋あるんで、それだけ見せていいですか。どこ。唯一綺麗な部屋、これモザイクいらない。わかりました。そっち。唯一綺麗な。これ DJ 部屋。はい。おお。すげえ。ここ綺麗ですよね。すごい。かっけえ。そう。ここは DJ 部屋、どうですか。そうですね。ここは使わないかもしれないですね。なんで。使ってよ、ここ一番使うでしょ。一番綺麗だった。綺麗だから面白くないもんな。なんで。いいじゃない。これなんかないんで、これやね。なんで、7万も来てくれましたもんね、DJ のイベント。あ、行きました。そう、来てくれました。ミュージックサーカスに行きましたよ。あ、本当ですか、嬉しい。俺は誘っていただいて、行けなかったの、スケジュールで。宮迫さん、なんか、うん、あれ、なんかあれ、来てませんでした、入江さんの誕生日会。あ、いたでしょ、うん、すぐ帰ったんですよ。天チムがその後 DJ やるのに。あ、天チムがすぐ帰りましたね。裏切り者か。裏切り者。あの、もう帰っていかなと思って。まあ、わかる。人見知りですからね。そうやな。あの、クラブの環境とかやばいですもんね。そうやね。いろんな人になんか、確かに。写真とか言われて、どんどんなんかしんどくなって。そうですよね。洋服すごいですね。え、衣装部屋？洋服衣装部屋です。衣装部屋大丈夫です。うわすごいね。お店やん。はい、あの、こっちは一緒に住んでる方の、そう、あれで、こっちが私のやつ。あ、そういうことか。やっぱりほら、はい、こっちもめっちゃ綺麗ですね、やっぱね。こっち綺麗けど、やっぱ、振り返ると、やっぱ下見たら、やっぱこう落ちてるもんね。そう。個性が出てる。個性出てるよね。やばいっすか。お店。すごい。はぁ。こういう感じです。いいですね。いいですね。ありがとうございます。パンティはないよ。ないよ。なくはない。なくはない。なくはないけどね。ないですよ。あ、そう。見せる番手はないです。じゃあ、飯食います。飯食おうか。飯食いましょう。さあ、というわけで、まずあの、言っても、この、オムサコライスとオムタコライス。へぇー、すごい。今2種類ありますので。写真撮っていいですか。あ、もちろんです、もちろんです。美味しそう。ママの銀座の店で、今、やるだけやってるね。銀座の火鍋ってところから、はい。深夜9時から、夜9時から深夜3時まで言えば、はい、ちょっと出前できる。あ、そうなんだ。へえ、楽しみ。じゃあ早速、じゃ あのノーマルの方からまず。はい、いいですか。じゃあすみません、いただきます。いってください。よいしょ、いただきます。パサパサしないですよね。うん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。とろけてる。うまっ。マジででしょ。普通に食べていいですか。普通に食べていいです。美味しい。うん、うん、ウーバー最適ですよね。はい、募集しております。そう、いや、めっちゃ随時募集しております。ダブランチライスとか決まって。はい、そうなんです。すごい、うん、いいな。え、なんで2人はタッグ組もうと思ったんですか。
もともと僕が、まあ、今家で作ってるオムライスではあるんですけど、はい、僕がいつもの後輩とか連れて飲みに行って、うん、で最後締めで何か食べたいかってなったら、みんな食べたいってなったら、うん、そのお店の厨房をお借りして、うん、あの材料だけ買ってきますので貸してくださいって言って、うん、いつもオムライス作ってたんですよ。である時ママがお店に来てくれて、はい、ほんでママ小腹減ってる、うん、オムライス作ろうかで作ったらすごく気に入ってくれて、うわ美味しいと思って、うんうん、で お店しましょうよって、これをお店でやりましょうよって、お二人とも酔ってたんで、うんうん、まあ、酔ったノリで言ってはんやろうなと思ったら、うん、ほんまにお店ができたっていう、すごい、めっちゃかっこよくないですかそのストーリー。展開早すぎて、早いですね普通に俺ら一旦引いたもんな。マジです、もうですかって。確かにすごいですね、進めちゃってね、すごいとこ借りちゃって、そんなに一頭借りしてしまいました。そうなんですよ、うん、だからもう本気なので、もう大宣伝していかないとダメ、うん、じゃあ全国でオムタコライスの方も、いいですか、オムタコも。これあの私は関西出身なので、はい、ちょっとあの、うん、お好み焼きのような、うん、はい、たこ焼きとかお好み焼きのような外側、はい、でも中はチキンライス仕様ですけど、いただきます。なんか違う、あ、なんか一緒なのに違う味なんですよ、ね、え、なんか新しいですね、いただきます。うーん、うーん、うーん、出た若い子のうんうん、いただきました、ありがとうございますめっちゃ美味しいこれ。そうなんですよ、うん、本来こっちがあのスタンダードなんですよ、うんうん、こっち足なんですけど、うん、こっちの方が人気あるんですよ。あ、そうなんですか。本当美味しい。なんかこれはなんかびっくりするっていう感じ、あの、ね、想像がつかないっていうか、あのいい意味で裏切られる味です。そうそうそう、うん、食べながらちょっとね、うん、がっつり喋ったこともそういやないなと思って。確かにそうですよね、ウィンウィンだし、ね、ウィンウィンウィンはもう番組のなんかね、はい、プレゼンの中のトークでしたから、うん、こうやって普通に喋るのも初めてよね、はい、ちゃんと喋るの初めてだと思います。でもあの休止されるわけでしょ、はい、まああのなかなかその内容どういう理由でっていうのは言えないのかもしれないけど、うんうん、その休止した後どう、うん、何をするの、うん、いやでも何しようかなって感じですね。本当にノープランで、うん、もう決まってることってこのお家を、うん、まあ、出ていくっていうか引っ越すことしかもう決まってないぐらいなんで、でも割となんかそこら辺は本当になんかノープラン。そうなんだ、うん、あの結婚するんじゃないかみたいなこともなんか結構言われてたんですけど、うん、本当になんか結婚とかはないんですよ、はいはい、なのでなんだろうね。だけど将来を見た時に、うん、やっぱりなんかそのやっぱ大事な人とか、うん、そういうパートナーがいないと、うん、なんか自分の人生なんかずっと一人でいいのかなとか、そういうふうにはやっぱ思ったりするので、うん、まあ機会があればっていう感じだけど、うん、でも自分からその結婚とかそういうのはあんまり追いたくない、うん、なるほどね、うん、そういう人がいい人がいたら すると思うし、うんうん、別に必要なかったら一人でもとりあえず大丈夫なようにはしとこうかなっていう感じだけれども、うんうんうん、でもなんか、まあ、憧れはありますよね。憧れはあるけど、うん、あんまり追い求めすぎると自分が苦しくなりそうなんで。まあね、うん、タイミングっていうもんね。そうですね、タイミング、うん、そんなに追い求めなくてもいい気は。本当ですか、うん、意外と七重ママどうですか。私ずっと結婚したかったんだけど、うんうん、まあ、別れて再婚したかったんだけども、うん、割と最近、うん、向かないなってやっぱり思って、結婚が近年、うん、ないなと思いました。へえ、まあなあ、うん、むちゃくちゃ働いてるもんな、まあ、確かに本当にすごい。そうっすよね、仕事が旦那みたいな感じかな、うん、ああ、仕事。そうなんだ。仕事を辞めようと思ったことは今までママはあんまりない。私実はね、うん、あんまり言っちゃいけないかもしれないですけど、水商売がすごく苦手で、うん、ずっと辞めたかったんですよ。ずっと辞めたくて、ここ10年ぐらいやっと慣れた感じ。最初の15年ぐらい、うん、きつくてきつくて、うん、毎晩泣いてた感じです、でもそれでもずっと水商売をやってたのは何でなんですか、うんうん、子供育てるため。ああ、なるほどね。だから子供の手が離れたから、やっと好きな仕事ができると思って、うんうん、で今めちゃめちゃね、こう飲食とか、はいはいはい、美容とか仕事ができるようになったから、もう結婚いらないかなみたいな。あ、そういうことなんですね。なるほどな、面白いな、ね、お二人はもともとどういうつながりなんですか。
私はあの一番最初あの炎上した後に職業体験の企画があって、うん、そこで最初あの七重ママと一緒にコラボさせていただいて、うん、そう働かせていただくみたいな。でそしたら本当にあのお金を返す額が自分の想像をはるかに超えてて、うん、本当にいろいろなんか仕事を増やさなくちゃいけない状態だったので、うん、その時七重ママにあの本当にあのお願いしてもいいですかっていうことで働かせていただきました。そうコラボの前で、はい、店長ちゃんがホステスだったっていう、はあはいね、ホステスやりましたね。お店とか七重ママにももちろん感謝だし、来てくれた、ね、お客さん、まあ、の皆さんにもすごい感謝してて、今でもいいなすごい、ね、ロマネコンって2本開きましたもんね。ありがとうございます。2組水商売、銀座のクラブの水商売 の流れを変えましたよね。流れを変えた、うん、なんかある意味ものすごいなっていうか先駆者というか、すごかったですよ。本当ですか。 YouTuber の方でこんなにも最初から売り上げ上げられちゃうんだっていう、すごかったですよ。はあ、嬉しい、まあ、おしゃべり上手やし、うん、で聞き上手でもあるから。どうなの、復活はあるの、うん、いやこれ本当に難しいですね。なんか、うん、私は多分ないかもしれないなっていうには思ってるんですよ。だけど、うん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 、やめてみないと分かんないですよね。あ、まあね、なんか難しいですよね、こういうのって。もし私が活動休止をしたとしても、うん、テンチムっていう名前は残り続けるわけじゃないですか、うん、だからなんかね、結構やっぱ突発的に辞めるんだろうなっていうふうに思われがちなんですけれど、うん、29歳 の, あの11月なので半年以上前から決めてたんですよ、うん、このことは辞めるっていうことは、そう、29歳の誕生日を迎えた時に、あ、私やっぱ仕事辞めようっていうふうに思って、うん、一番最初は30歳になる時に辞めようっていうふうに思ってたんですけれど、うん、そうちょっと早まっちゃったけど、やっぱなんて言うんだろうな、天地夢でやっぱいろいろ活動させてもらって、いろんな景色とかも見て、なんか満足したじゃないけれど、うんうん、これ以上って多分ないなっていうふうに自分で思ったんですよね。なるほどね。まあ、人間別に限界ないから頑張ろうと思ったら頑張れると思うんですけれど、うん、でも大体の自分の限界値って見えるじゃないですか、うんうん、の時にきっとこれから見る景色とかも今とかこれまでとあんまり変わらないのかなっていうふうに思った時に、だったら天地夢じゃなかったら、だったら天地夢として活動してたら見れなかった景色を見た方がいいのかもなっていうふうに思って、ほうほうほう、そう一回全部リセットしようかなっていうような。なるほどね。なるほどな。しっかり考えてんねんね。あ、意外とあんな散らかった部屋の住人とかそうそう、確かにね、そうなんですよ、意外とね。そうだから一番最初はあの OL とかしたいなっていうふうに思って、バックオフィスで働きたいなと思って、うん、この年収とかもいつまで続くか分かんないからこそ、うんうん、だからそういうふうに地に足をつけた仕事をちゃんとしたいなっていうふうに思ってたんですよ、うん、でもね、雇ってくれないとこも雇ってくれないから2社になんか2社知り合いのところに電話したんですけど、うん、そうやっぱ天地夢は天地夢だし、あの、うんうん、普通に一般人になりたいっていうふうに思ったとしても、もしかしたら晒されるとか話が回るとかそういうのもあるかもしれないし、そうなんか、まあ、会社にも迷惑かかるわけじゃないですか、うん、私は天地夢っていう武器を一切使いたくないっていうふうに言ったけど、うん、なんか向こうからしたら天地夢ってなんか人脈とかなんかなんかね、うん、期待する、うん、そうそう、うん、だからなんかね、難しいですよね、今のタイミングだなっていうふうに思います。やっぱこの30手前になって、今まあ29歳なんですけど、うん、なんかYouTube、YouTuber だからこそ数字にすごいとらわれたりするじゃないですか、うん、そうすると自分のことを大事にできないなっていうふうに私すごいやっぱ思ったんですよね、うんうん、もう動画のために自分を犠牲にすることが多いというか、うん、話したくないことも、まあ、ネタになるんだったらいいやとか、うん、なんかね、なんかやりたくない企画とかも、まあ、再生取れるんだったらまあ頑張るかとか、うんうんうん、なんか自分をすごい犠牲にすることが多かったなっていうふうに思って、うん、なんかそういうのも時間がもし戻るんであればもっと自分のことを大事にしながら動画投稿とかしたかったなっていうふうに思いますね。なるほどな、うん、まあ、それは分かるな、確かに宮迫さんも多分面白く変わりますよね、うん、そうね、だからほんまにあの純粋に楽しめることを、うんうん、を動画でやりながらっていうふうに、ん、変えていこうっていうことは言ってんだよね。その再生数とかも、うん、あんま考えすぎてるなっていうのが、うん、もちろん、ね、みんなの生活もあるから、うん、ある程度他でいろいろ稼がないといけないけど、うん、やっぱ楽しんでないとね。そうなんですよね、うん、いつか復活もあるのかなってことかな、うんうん、まあそうですね、本当に五分五分とかだと思います。うん、五分だんだ。私はすごい見てたんで、うんうん、一緒に働いて離れた後も、うん、動画で、あ、てんちむちゃん元気だなって見るのが楽しみに一環だったから、うん、見れなくなるのすごい寂しいです、うん、そういう人いっぱいいると思います、ね、まあな、だから寂しいですよね、なんかね、うんうん、分からんもんね、どうなるかは、うん、ほんまに、ね、ノープランのまま今やめるんでしょ、うん、本当にノープランですね。
だから私あの引っ越しの準備してるじゃないですか、はい、引っ越しの準備してるんですけど、うん、あの住みたい物件あったんですよ、うん、あの審査出して、まあ、受かるだろうなと思ってもう準備してるのに、うん、あのさっきの連絡来て、うん、あの通りませんでしたって言われて、うん、でしょ。だから決まったんですか。そうそう、だからまた探すんですよこれから決まったよ、うん、職業がやっぱ厳しいみたいですね。YouTuber、 YouTuber 厳しいですよね。 YouTuber っていうかもう、うん、俺あの騒動の時にすぐ引っ越す、うんうんうん、引っ越したんですよ、はい、引っ越そうってなって、うん、もう記者だらけやし、うん、引っ越そうってなって、うん、全然通らへん。ねえ、そうなんですよね。で、まあ、まさにほんで騒動の最中やったから、うん、どこにあってもやっぱりそのオーナーさんが、うん、その記者とかいろいろ来られるのもあれやし、あのまあまあ有名人ではあるから、うん、何かと面倒ごと、まあ、面倒ごとの価値をやったからよくやってんけど、うん、全くやった。質問なんですけど、うん、記者の人とかってどうやって家とかバレるんですか。家とか知るとかどこからそういう情報が入ってくるんですか。これね、あの、うん、前住んでた、ま、マンションね、はい、引っ越して、うん、3、4日経った時にたまたま僕テレビ見てたんですよ、うん、あっこにおまかせ見てて、うんうん、ほんであっこのおまかせで、うん、あの芸能人の家賃ランキングみたいな、うん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 、普通に楽しげに見てて普通にバーって見てたら1位バーンって言ったら、うん、俺宮迫ええー、ってなって、うん、ええー、ですよね。そう、確かに家賃高いところではあったのよ、うんうん、家賃どころか間取りとか全部出されてる。怖い。などういうことや、引っ越したてよ、うんうん、バレるもクソもないやんか、うん、どういうことや。もうすぐそれはあのテレビ局にあの会社から抗議してもらって、うん、謝罪はもちろんあってんけど、って考えると、いや不動産屋以外あれへんやん、ね、不動産屋か、うん、うわなるほど、そうそう、怖いやん、不動産屋だわそれ。だって間取りなんか出されたり、うん、それこそね泥棒さんも入りやすいやろうし、むちゃくちゃするなー言って、ね、週刊誌とかに出てる記事とかあるじゃないですか、うん、なんか全なんかなんて言うんだろう、全く違いますっていうのってなんか、まあなんまあ、いろいろ違う部分もあるんだけど、うん、事実じゃないことを載せるって、うん、なんか少ないような気もするというか、うん、はいはいはい、なんかわかります、なんかまあそういう事実はあったよねみたいなことを載せたりするじゃないですか、うん、なんかどっからそういう情報って手に入れるのっていうふうに私なんかめっちゃ思ってて、あれって身内がリークするんですか、うん、あのほら要はあれやんか、うん、あの知人団とか、はいはい、かっこ知人団とかさ、うん、関係者とか、うん、某関係者、お笑い関係者とかは、はい、何人か噂は聞いたことあるんですよ、うん、名前は言わへんけど、うん、でも売ってる人がいるってことですか。おんねん、いつも売ってる人がいるってことですか。おんねん、そうなんだ。それはあのリアルに聞いたこと、あのその話してる横で、はい、リークってその、うん、話してる横でその後輩があの売ってるのを目撃しましたっていうやつを聞いたことあるから。芸人さんのことですか。芸人、芸人の情報とかを売ってるやつがいます。芸人さんでいるってことですか。おんねん、まあ、でもじゃあさ、 YouTuber でもいるかもしれないし、裏方とかでもいるかもしれないってことですよね。でも気をつけよう。あくまでその芸人が喋ってることはそいつも噂で聞いた話をしてるから、だからあのいろんなことがずれるのよ、うんうんうん、実際に全くない話ではないねんけど、だいぶずれて伝わってしまうから、うんうん、で記者は芸人が喋ってるから事実なんだっていう風な書き方をするやんか、うん、だからおかしなこと、インフルエンサーからいろんな人に話して気をつけないですね。確かにね、まあ、そうですね、うん、そうだから やめたからといって、ね、多分まだですよね、電池目はついてくれよ。そうなので私 LINE とかも今全部消したんですよ、うん、あ、そうなんや、ね、ね、そうですよね。そう、誰だろう新しい LINE と思ったら、あれ電池目さ、なるほど、そういうことなんですね。そうなんですよ。なので辞めるにあたって一回全部、うん、なんかまあ断捨離ではないんですけれど、うん、自分自身がやっぱ人といっぱいつながってると、うん、ね、なんかいくら未練がないっていうふうに言っても、うん、自分が暇になっちゃうから羨ましいなとか仕事したいなっていうふうに思っちゃう自分もいたりするじゃないですか、うん、でもこういうふうになんか私辞めるっていうふうに言ってすぐ戻ってくるのって私かっこ悪いなって私自分で思っちゃうんで、まあまあまあね、そう満足いくまでちゃんと辞めたいなっていうふうに思うから、うん、そう SNS とか LINE とかも一回離れようと思って、そう根本的にちゃんとリセットしようっていうふうに思いましたね。そういうのは断捨離とかいろいろできるのに部屋だけは片付けた。今は引っ越しのあれしてるから違う、絶対引っ越しの段取りの散らかし方じゃないもん。メイクルームは違います。メイクルームは違う。
いやいや、でも、ね、いろいろお話聞けましたし、うん、ちょっと辞めてからもね、いろいろあると思いますけども、ちょっとオンサコライスの情報をちょっと整理させてください。はいはい、まあ、オープンが今ちょっと11月ぐらいを見てます。はい、であとですね、 FC の募集をしてまして、うん、はい、ゴーストレストランでオンサコライスを勧めてくださるあのお店の方募集しているのと、はい、うん、あと実店舗ですね、うん、お店でお店プラス出したいっていう方も一人募集してて、実際ちょっと今お店決まっていて、もしかしたら同時オープンとかできるかもしれないので、うん、そうなんだ、はい、もしかしたらこう全国に何店舗か一緒にオープンみたいな、そうなんですよ、盛り上がりを今ちょっと、うん、めちゃめちゃええやん、はい、日本全国の方にこの美味しいオムライスを、宮迫さんのオムライスを食べてほしいっていうので、はい、FC チャンネルに出たんですね、はい、その札を持って、うん、それがなんか本当実現しそうで、もう今北海道から、九州もそうですね、沖縄まだいないけれども、すごい問い合わせ来てて、すごい、いろんなところに行ってこう食べてもらって、どんどん今加盟してもらってるところです。すごい、夢が叶いそう。ちょっともう食べていただけると分かると思うんです、めっちゃ美味しかったっす。ありがとうございます。本当にめっちゃ美味しい。ほんでもうやめて、本当に何もすることなかったら、ぜひお前サコライスをちょっと、あ、確かに、ね、それいいかも、いいかも、これ良くないですか。え、大丈夫です、私オーソコライス作る側でいいですよ。ほう、作る側でいいよ、これで、あ、そっち側で作る側で、店出すんじゃなくて、はい、私ご飯結構作れるんですよ、知ってます？あ、すごい、最近本当にすごい、そうそう、実はインスタとかやばい、ちょっと見せていいですか、本当に私のインスタの、あの部屋見てしまった、何料理いけっと、本当にキッチンもちょっと見えましたね、ねえ、ですよね。え、ちょっと例えばですよ、なんかこういう感じで、おお、すごいすごい、はい、めっちゃちゃんとしてるやん。そうなんですよ、お、すごいね、はい、こういう感じで私ちゃんとご飯作るんですよ。お店みたいな見た目のやつ。そう、お店みたいにしてる。なので、綺麗綺麗。はい、うん、あの作ります。あ、本当にもう金尽きるとか、やべえ暇すぎるとかだったら、はいはい、はい、お願いします。ぜひぜひ。ユーザーキッチンも確かに。あ、確かに。いいじゃん。いいじゃん。近いし。うん、いいですよね。そうそうそう、働く場所いっぱいありますね。え、めちゃめちゃいいじゃん。そんなテンションある。まあ、やることないからさ、本当に。すいませんというわけで、ね、以上でございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございました。この後エンチムさんからチャンネルで、はい、はい、何かをします。はい、オムサクライス、看板娘オーディション決定。オーディションをちょっと開催したいと思います。はい、どういうことですか。はい、あの看板娘、オムサコライスの看板娘を募集して、はい、SNS とかね、どんどん出てもらって明るく元気な女の子を募集したいなと思ってて、その女の子はオムサコライスで実際働いてもらおうかと、はい、思ってます。看板娘、イメージキャラクター兼従業員さんみたいなイメージですか。はい、なるほど、すごい。じゃあなんかもしかしてこの動画見て有名になりたいとかインフルエンサーになりたいとか、うん、だけどしっかりなんかオムサコライスで頑張りたいですっていう人がいたら、はい、うん、人生変わるかもしれないですね。そう、 そう思います。エンチムさんも教えていただいて私はホールでいいよ一般従業員で、はい、厨房で頑張っていただいて、ちょっと詳細を概要欄に載せてる、はい、はい、ぜひぜひしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。負けそうな時もダメな